生麦の発札明治になって、想像で描かれた錦絵で、名前が出ているのは、島津久光と小松立脇のみ。当時は、久光の武勇伝として一般に親しまれていた。生麦事件は、江戸時代末期の文久2年8月21日に、武蔵国吉祝郡生麦村付近において、薩摩藩主、島津重久の父、島津久光の行列に乱入した牙の、 イギリス人たちを、共回りの藩士たちが殺傷した事件。尊能上位運動の高まりの中、この事件の処理は、大きな政治問題となり、そのもつれから、文久3年7月に、薩摩藩とイギリスとの間で、撮影戦争が勃発した。なお、事件の石碑は、京急本線生麦駅近くに残っており、昭和63年11月1日に、 市の地域史跡に登録されている。事件当時の生麦村。東海道に沿った集落の神奈川宿よりの外れ、リチャードソン遺体発見現場近辺と見られている。文久2年、薩摩藩主、島津重久の父で藩省の最高指導者、島津久光は、幕政改革を志して700人に上る軍勢を、引き連れて、江戸へ出向いた後、 直視、大原重徳と共に、京都へ帰る運びとなった。久光は、大原の一行より1日早く、8月21日に、江戸を出発した。引いた軍勢は400人余りであった。行列が、生麦村に差し掛かった折、4人の牙のイギリス人と、行き合った。横浜で、アメリカ人経営の商店に勤めていた、ウッドソープ、チャールズ・クラーク。 横浜在住のキート商人、ウィリアム・マーシャル、マーシャルのいとこで、香港在住イギリス商人の妻であり、横浜へ観光に来ていたマーガレット・ボロデール夫人、そして、上海で、長年商売をしていて、やはり見物のため来日していた、チャールズ・レノックス・リチャードソンである。4人はこの日、東海道で乗馬を楽しんでいたとも、観光で、川崎大使に向かっていたとも言われる。 生麦村住人の届け出書と神奈川奉行所の役人の覚書、そして当時イギリス公使館の通訳見習いだったアーネスト佐藤の日記を付き合わせると、ほとんど以下のような経緯をたどった。行列の先頭の方にいた薩摩藩士たちは、正面から行列に乗り入れてきた、機上のイギリス人4人に対し、 身振り手振りで下橋道を譲るように説明したが、イギリス人たちは、脇を通れと言われただけだと思い込んだ。しかし、行列はほぼ道幅いっぱいに広がっていたので、結局4人はどんどん行列の中を逆行して進んだ。鉄砲隊も突っ切り、ついに久光の乗る、カゴのすぐ近くまで馬を乗り入れたところで、友回りの声に、さすがにどうもまずいとは気づいたらしい。 しかし、あくまでも下馬する発想はなく、今度は、引き返せと言われたと受け取り、馬主を巡らそうとして、あたり構わず無遠慮に動いた。その時、数人が殺しにかかった。四人は驚いて、逃げようとしたが時すでに遅く、リチャードソンは深で追い、キリアという料理屋の前から200メートルほど先で、落馬しとどめを刺された。マーシャルと、クラークも深で追い、 ボロデール夫人に、あなたを助けることができないから、ただ馬を飛ばして、逃げなさいと叫んだ。ボロデール夫人も一撃を受けていたが、帽子と髪の一部が飛ばされただけの無傷であり、真っ先に、横浜の居留地へ駆け戻り救援を訴えた。マーシャルとクラークは、流血しつつも馬を飛ばし、神奈川にある当時、アメリカ領事館として使われていた、本学寺へ。 駆け込み助けを求め、ジェームス・カーティス・ヘボン博士の手当てを受けた。作藩海軍誌によれば、リチャードソンに最初の一撃を浴びせたのは、奈良原喜左衛門であり、さらに逃げる途中で、鉄砲隊の氷崎村寺久が抜き打ちに切り上げ、致命傷を与えた。落馬後、瀕死のリチャードソンに、今、楽にしてやっとと解釈のつもりでとどめを刺したのは、カエダ・ノブヨシであったという。 なお、当時近所番だった松方正義の直談によれば、籠の中の久光は、名目して、新食事弱であったが、松方が、外国人が行列を犯し、今これを覗きつつありますと報告すると、おもむろに大小の塚袋を脱し,し、自らも刀が抜けるよう準備をしたという。この事件は、東善寺事件など、それまでに起こった。 超異殺傷事件とは違って、個人的な行為ではなく、大名行列の共回りの多数が、一斉に切ったものであり、直接久光の命令こそなくとも、暗黙の了解のもとに行われていたことは、歴然としていた。事件直後、各国公使、領事、各国海軍士官、横浜居留民が集まって開かれた、対策会議でも、島津久光、 もしくはその交換を捕虜とするという議題が上がっていて、下手をすれば、戦争に直結しかねないだけに、イギリス公使館も、対処の仕方に苦慮を重ねることとなる。事件直後、ボロデール夫人の要請に応えて、最初に動いたのは、イギリス公使館付きの遺憾だったウィリアム・ウィリス医師である。牙で、まだ続いていた薩摩藩士の行列の脇をすり抜けて、生麦に向かうううちに、 横浜在住の火星の男たち3人が追いついてきて、やがてイギリスの神奈川領事バイス隊率いる、講使館付きの騎馬護衛隊も追いついた。一行は、地元住民の妨害を受けながらも、リチャードソンの遺体を発見し、横浜へ運んで帰った。イギリス代理子ジョンにいる中佐は、薩摩との戦闘が起こることを危惧して、騎馬護衛隊の出動を禁じていたが、それを無視して、 バイス領事が出動したことで、二人の間には、確執が生じた。事件当日の夜から翌朝にかけて、横浜居留民の多くが、遺体収容を果たしたバイスを指示し、武器を取っての報復を叫んだ。フランス講師、デュシェーヌ・ド・ベルクールがそれを応援するようなそぶりを、見せていたことも、居留民たちの動きを加速した。しかし、ニール中佐は冷静であり、 現実的な戦力不足と全面戦争に発展した場合の不利を解いて騒動を抑え込み幕府との外交交渉を重んじる姿勢を貫いた。久光一行はその夜、横浜に近い神奈川塾ではなく、保土ヶ谷塾に予定を変更して宿泊した。一行の中にいた大久保と市道の当日の日記によれば、横浜距離打ちの報復の動きを警戒して、 藩士二人が探索に出ている。抗議御領である生麦村の村役人は直ちに事件を神奈川奉行に届け出、これを受けて調査を開始した奉行は久光一行に対して死者を派遣し、事件の報告を求めた。しかし、久光一行は翌日付で浪人三から四人が突然出てきて、外国人一人を打ち果たして、どこかへ消えたもので、 薩摩藩とは、無関係であるという届け出をすると、武行の引き止めも意に介さずそのまま急いで刑へ向かった。神奈川武行からの報告を受けた、老中、板倉克清は、薩摩藩に江戸留守約役に対して、事件の詳しい説明を求めたが、数日後に、足軽の岡の信介が、強烈に、馬で乗り込んできた偉人を切って逃げた。 探索に努めているが依然行方不明であると虚偽の説明をしたため、神奈川奉行からの詳細な報告を受けて、事件の概要を把握していた幕府は行き通り、江ドルス教役に出頭を求め休断したが、薩摩藩、川柱を切り通した。大名行列に対する外国人の不作法については、久光らは江戸に到着して間もない6月23日。 幕府に訴え書きを提出していた。その文連によれば、往路ですでに久光の行列は、牙の外国人に遭遇していたところ、狭い東海道において、大名を一行の通行に構わず横に並んで広く、場所を取り、不作法が見受けられる、というものである。続けて、少々のことには目をつぶれ、と藩主たちに達してはいるが、先方に目に余る無礼があった場合はそのままにする。 わけにもいかない。各国公使へ不採法は慎むように達してほしいと訴えている。それに対する幕府の返答は、そういう達しはすでに出しているが、言葉も通じず、習慣も違うことから、我慢して、穏便に済ませてほしいというものだったが、実際には、そのような通達を出していなかった。2009年、生麦事件参考館に立てられた石文 山品の宮明新農作の監詞が刻まれている。横浜外国人墓地にあるリチャードソンの墓。近年、有志によって、マーシャルとクラークの墓も左右に集められた。事件から2日後の8月23日、ニール代理講師が横浜において、外国奉行、津田聖路と会談した。この会談でニールは、直視の通行は、連絡があったのに、 なぜ、島津久光の通行は知らせてこなかったのかと、追求した。これに対して津田は、直視は後期だが、大名は、幕府の元に属するもので達する必要はない。これまでもそれで、問題はなかったと答え、直視より、薩摩藩の通行の方が問題が起こる、可能性が高いのは分かり切った話として、ニールに反論されている。ニールは、 本国の外務大臣への報告書に、久光通行の知らせはなかったことを明記して、外交上時刻に有利な幕府の過失を指摘している。8月30日には、老中、板倉勝予定においてニールと老中の勝を水野忠清との折衝が行われ、ここでも、イギリス側は、犯人の差し出しを繰り返し要求した。一方、ニールは、 本事件の賠償金要求については、イギリス本国の訓令を待って交渉することとしていた。当時の幕府においては、多数の軍勢を伴って、幕府の最高人事に介入した久光に対して、敵意を持つ味方が一般であった。そのため、生麦事件の知らせに、薩摩は幕府を困らせるために、わざと外国人を怒らせる挙に出たと受け止める幕臣が、 多数で、薩摩を憎み、イギリスを恐れることに終始し、対策も方針も全く立てることができないでいたという。当の久光の幕政介入によって、政治総裁職に就いた松平義長は、本事件に関する処置案を老中らに権限するも、受け入れられず、一時途上を停止する事態となった。一方、東海道筋の民衆は、さすがは、薩州様と勘固して、 久光の行列を迎えたという。うるう8月7日に久光は、上落、9日に散大するが、孔明天皇はわざわざ出御して、久光の労を称し、これは、無意無感の者に対しては、異例の待遇であった。この事件を題材に、山品の宮明新郎が作った、殺州老少神将神召喚天使百官免記難英吉林林生麦役海辺十里月光館という、 監視は、明治になって愛称された。しかし、生麦事件をきっかけとして朝廷が、上位一式に染まってしまったことは、久光を呼び、薩摩藩の思惑を超えた結果だった。薩摩藩の幕政改革の意図は、上位ではなく、彼らの不満はむしろ幕府が、外国貿易を独占していたことにあったのである。尊上派の支配する京都の情勢に耐えかねた久光は、 23日に京都を経って鹿児島に戻った。文久3年の年明け早々、生麦事件の処理に関するイギリス外務大臣ラッセル伯爵の訓令がニール代理講師のもとへ届いた。これに基づき2月19日、ニールは幕府に対して謝罪と賠償金10万ポンドを要求した。さらに、薩摩藩には幕府の統制が及んでいないとして、 艦隊を薩摩に派遣して、直接同伴と交渉し、犯人の処罰及び賠償金に2万5千ポンドを要求することを通告した。幕府に圧力を加えるため、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの4カ国艦隊が、順次横浜に入港した。折下将軍、徳川家持は上洛中であり、大教中の老中閣、小笠原おさが急遽呼び戻され、 諸外国との交渉に当たることとなった。賠償金の支払いをめぐって爆議は紛糾するが、水野忠則らの強硬な主張もあって一旦は、支払い論に決する。しかし、支払い期日の前日になって支払い延期が外国側に通告された。これに、ニールが激怒、海軍省の訓令下にあるキューパー帝徳に委任すると、軍事行動を示唆し、横浜では、 緊張が高まった。支払い拒否の経緯は資料により異なり、幕末外交団によると、上位の勅命を帯びて、京都より戻る、途上の将軍後見職、徳川義信が命じたとされるが、義信の主書によると、上位は命じたが支払い拒否は命じていないとしている。再び江戸で開かれた表議においては、水戸藩の介入もあって逆に支払い拒否が決定されるが、 5月8日、小笠原は、海路横浜に赴き、独断で賠償金交付を命じた。翌9日、賠償金全額が、イギリス公使館に輸送された。一方、英国と老中の板挟みになっている、神奈川武行たちから上位礼に反対をされた吉信は、説得をせずに小笠原と入れ違いに翻に江戸に戻っており、小笠原との間に支払いをめぐる目計が、 存在していたという説がある。小笠原は支払いを済ませた後再の状況の都に着くが、大阪において老中を罷免された。幕府との交渉に続いて、イギリスは薩摩藩と直接交渉するため6月27日に軍艦7隻を鹿児島湾に入港させた。しかし交渉は不調であり、7月2日、イギリス艦による薩摩藩船の打捕をきっかけに、 薩摩藩がイギリス艦隊を砲撃、撮影戦争が勃発した。薩摩側は鹿児島市外で500個以上が消失するなど、大きな被害を受けるが、イギリス艦隊側にも損傷が大きく、4日には艦隊は鹿児島湾を去り、戦闘は収束した。同戦争後、イギリスの軍事力を目の当たりにした薩摩藩では、上位の声は急速に下火になり、 反論は開国へ向け大きく転換する。10月5日、イギリスと薩摩藩は、横浜のイギリス公使館にて講和に至った。薩摩藩は、幕府から借りた2万5千ポンドに相当する6万3百両を、イギリス側に支払い、講和条件の一つである、生麦事件の加害者の処罰は、逃亡中とされたまま行われなかった。 生麦村元宮町の事件発生現場説明版と、旧東海道。ありがとうございます。